式部教は、イギリスの国務大官の6位にあたる官職で、王子証書のもと、大芝の上にあたる。伝統的には、ウェストミンスター宮殿を管理するものの、1965年の改革によりその権力は、君主の住居とウェストミンスターホールに限定された。公式の場合では、赤い宮廷制服を着て、職務の印として、金色の鍵と白い杖を持つ。 式部教の職は世襲であり、1780年により俗人的とされる。すなわち、式部教の職務を取る人間は、どの時点でも一人であるが、式部教の職を部分的に継承している多数の人物は、技術上では共同世襲式部教であり、職務を取る権利は継承権を有する人物の間で順番に行使される。例えば、 第七代チャムリー公爵は継承権のうち2分の1を有するため、君主二人ごとに一回職務を取るか副式部教を任命する権利を行使できる。副式部教とは、式部教の継承権がないにもかかわらず、その職務を取る人物のことであり、歴史上では、式部教の継承権を有する女性が、夫や息子を任命しているケースがある。ただし、 女性が貴族院議員になれないという制限は1963年貴族法により廃止されている。式部教は世襲でない宮廷職である宮内長官とは別であり、宮内長官は14世紀に式部教の副官として創設され、王室の火星における式部教の職務に当たったが、現代では関係が薄くなっている。1999年貴族院法により、世襲貴族は、 貴族院における議席を自動的に売る権利を失ったが、式部教と軍務博は、儀礼の職務を果たす必要があるため、両職についている、世襲貴族はその対象外と定められた。二0 1 1年五月、式部教第七代チャムリー公爵が、官職の印である白い杖を持ち、貴族院議長ヘレン・ヘイマンと庶民院議長ジョン・バーコーが、米国大統領、バラク・オバマに、 ウェストミンスター宮殿のメンバーアッツロビーを示している、様子最初の式部教は、ウィリアム征服王の戦友ウィリアム・マレットの息子、ロバート・マレットだったが、彼は1133年に、イングランド王ヘンリー一世に罷免され、代わりに、オーブリー・ド・ビアー二世を任命した。オーブリー・ド・ビアー二世の息子オーブリー・ド・ビアーは、オックスフォード伯爵に上され、以降歴代オックスフォード伯爵が式部教の官職を、 継承した。しかし、1526年に、第14代オックスフォード伯爵、ジョン・ド・ビアーが、死去、6頭身のジョン・ド・ビアーが、第15代オックスフォード伯爵になると、国王ヘンリー・パッセイは、式部教の官職を国王所有と宣言し、第15代オックスフォード伯爵を一代限りで、式部教に任命した。1540年に、 第15代オックスフォード伯爵が死去すると、ヘンリー・パッセイは、側近の初代エセックス伯、トマス・クロムウェルを、式部教に任命した。同年に、クロムウェルが処刑されると、しばらくは、宮廷の人物が任命されたが、メアリー一世の知性になって、第16代オックスフォード伯爵、ジョン・ドビアーが一代限りで、式部教に任命された。その後、メアリー一世は、 オックスフォード伯爵家に式揮部教の世襲権があるとの裁定を下し、エリザベス一世もそれに従った。第16代オックスフォード伯爵の後は17代伯、18代伯と続いたが、1626年に18代伯が死去すると、オックスフォード伯爵は7等身であるロバート・ドビアーが継承した。チャールズ一世は除系ながら5等身である。 第14代ウィラビーでエアズビー団爵ロバート・バーティーが式揮部教を継承するとの裁定を下した。以降は臨時伯爵家が継承したが、1779年に第4代アンケスティーバン公爵ロバート・バーティーが子供なくして死去した。継承者には叔父ブラウン・ロー・バーティーと二人の妹がおり、公爵の爵位は叔父が継承したものの貴族院は二人の妹が共同で、 式部教の継承権を有し、副官を任命して、職務を全うすることができると裁定した。ビラビーでエアズビー男爵の爵位については二人の妹の間で停止状態になったが、1780年3月18日に、プリシラが継承するとの裁定が下され解消された。ジョージアナは後に、初代チャムリー公爵、ジョージチャムリーと結婚した。以降は、 式部教の継承権がプリシラとジョージアナの間で分割され、プリシラの継承権は後に孫娘二人の間で分割され、さらに以降も再分化が進むこととなる。一方、ジョージアナの継承権は、第二代チャムリー公爵、第三代チャムリー公爵と男子一人による継承が続き、分割されることはなかった。1901年にビクトリア女王が死去すると、 式部教の職務を取っていた初代アンカスター伯爵、ギルバート・ヒース・ドラモンド・イコール・イラビーが自身に、式部教の職の単独継承権があるを主張した。同じく継承権のある初代キャリントン伯爵、チャールズ・ウィン・キャリントンと第四代チャムリー公爵、ジョージ・チャムリーは当然ながら、異議を唱え、さらに国王エドワード7世も1526年の、ヘンリー・パスセイの裁定に基づき単独継承権を、 主張した。論争はしばらく続いたが、貴族院は1902年に調査を拒否、1780年の裁定を再確認するに止まった。1965年に改革が行われ、式部教の権力がウェストミンスター宮殿の全体から一部に限定された。下記では、各継承者の有する継承権を分数で示しており、 太い字は2019年時点で継承権を有する人物を示す。ありがとうございます。